板部岡公節祭の一生。1537年に田中康之の子として伊豆で生まれる。父、康之の祖先は、鎌倉幕府執権だった北条氏の直系とされており、伊豆にある田中を擁した、公節祭の前半生の詳細は不明点が多いが、伊豆下田で僧となり、後に父と共に相模、北条氏康に仕えるようになる。本名は、となり。その後主は代替わりして氏康の子、氏政となり、氏政の命で板部岡康勝の養子となって板部岡家の後を継ぐ。そうである公節祭は濃筆であったため流筆や、表情集の一人として活躍するようになる。寺社の管理にも関わり、各種祈願なども行った。42歳の時に北条氏は中央を牛耳った織田信長と同盟を結ぶ。公節祭は使者として織田氏に赴いた。46歳の時には神津家、甲斐、信濃をめぐる四つどもへの戦いで、徳川家康との和睦交渉をする。天正神武の乱、信長が死去したことで空白地帯が発生。北条氏や家康の二勢力を中心に混乱が起こった。戦局が進むにつれ両者は膠着状態となり和睦。その際に公節祭が、代替わりした主、氏直と家康の娘、徳姫の結婚を盛り込むなどして、和睦に尽力した。その後信長の実質後継者として豊臣秀吉が日本を統一しつつあったが、公節祭53歳の時に主らが秀吉の総武事例に違反して城を奪取し、対立してしまう。公節祭は氏直の命で上洛して秀吉に弁明、交渉した。この時秀吉は公節祭を気に入ったという。しかし関係は修復できず、翌年に氏直ら北条氏は総攻撃を受けてしまう。小田原征伐、秀吉の圧倒的な大軍によりなすすべなく、氏直らは降伏、氏直は高野山へ追放となり、戦国大名北条氏は滅びてしまった。公節祭も秀吉に突き出されたが、潔さから許されて秀吉のおとぎ衆となる。また姓も秀吉の命で岡野に改めた。その後秀吉が死去し、台頭してきた家康に仕える。北条氏滅亡後に長男、久常が家康に仕えていた縁であった。64歳の時には、家康と、秀吉に恩義がある石田三成が、日本を二分して大激突する。関ヶ原の戦い、公節祭は敵方の小早川秀明の説得に当たったという。その甲斐もあり家康側が勝利する。その後73歳で死去する。その後の岡野家は旗本となり、本家として長男、久常が1500石を、分家として次男、久嗣が1412石をそれぞれ有した。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。